早いじゃない。どうしたの元気ないわね。えいや。どこか悪いの風熱でもあるんじゃないどこも悪くなんかないよ。いいからあっちへ行ってくれよ。はははは、なんてな。笑えよ、お前らは。ははー逃げた。またユキコさんと喧嘩でもしたんでしょう。違うねえ、そうなんでしょいいじゃないか、もう。早く忘れようと思ってるのに。どうしたの また何か怒らせるようなこと言ったんでしょう。違うよ。何も言ってないよ。じゃあどうしたの何があったの聞かせてよ。知らないよ。ああ、女の心と秋の空って本当だったんだな。姉さんもそうなんだろう。あら、失礼ね。それは男の方でしょ次の質問に答えてください。誰と誰が話していますか A, 姉と弟 B, 兄と妹 C, 友達と友達二人は今どこで話していますか ?A, 友達の家 B, 自分の家 C, 学校女の人は どうして男の人にいろいろ質問しているのですか ?A. 男の人は熱があるから B. 男の人が風邪をひいているから C. 男の人が元気がないから男の人は女の人の質問に答えましたか ?A. 答えた。B、答えなかった。C、女の人と喧嘩をした。ただいま。ああ、お帰りなさい。さっきね、えー、っと、あの、松山さんからお電話があったわよ。松山さんって誰、誰どこの人 会社の人だって言ってたけど、えっとね、松田さんだったかしら。そんな人いないわよ、会社には。母さん、まだええ、ちょっと待って。ねえ、誰か松で始まる名前の人いない男の人女の人男の人。の人の人若い人そんな若そうな声でもなかったけど。うん 松本、松浦、あ、松平さん。そんなに長い名前じゃなかったと思うけど。ええと、松井さんそうそう、それよそれ、松井さん。ほんとに、どこかに書いておいてくれればいいのに、お母さん。次の質問に答えてください。 誰と誰が話していますか ?A. 母と子 B. 姉と妹 C. 先生と学生何の話ですか ?A. 電話があったこと B. 電話をかけること C. 電話が間違ったこと。電話をかけてきた人はどんな人ですか ?A、同じ年の人。B、同じ会社の人。C、同じ学校の先生。どうしてすぐ名前を言えなかったのですか ?A、 名前を間違えて書いたから B、書いておかなかったから C、長い名前だったからあら、今日会社お休みなのうん。うんじゃないでしょ ねえ、ちょっと聞いてよ、お姉さん。太郎ったらね、大学卒業したっていうのに、仕事もしないで。働いてるだろう、う毎日。何をしてるのアルバイト。自分の好きな時だけ行けばいいんだ。へえー、好きな時だけっていいわね。厳しいけどね。でも、僕はやりたいことがあるから、自由な時間が欲しいんだ。本当は、お金も欲しいんだけどね。 甘いのよ、考え方が。この話になると、いつも喧嘩になっちゃうの。何考えてんだか、この子ったら。毎度、お騒がせいたしております。仕事よりもっと大切なことがあるってことだよ。またそれ今はいいわよ。でも、これから結婚して子供ができて、仕事もしないで誰が食べさせてくれるっていうの。後にしようよ、この話。お客さんが来てるんだから。 これから友達と会うんだけど、ちょっとお金貸してよ、お母さん。もう、これだから。次の質問に答えてください。誰が来ていますか ?A、太郎の友達 B、学校の先生 C、母の姉。太郎は今何をしていますか A, 会社に勤めている B, アルバイトをしている C, 何もしていないそれはどうしてですか ?A, いい仕事がないから B, 時間が欲しいから C, 友達もしているから 太郎は仕事のことをどう考えていますか ?A。仕事は人間には大変大切だ。B。仕事はなくてもいい。C。仕事ばかりではいけない。お母さんは太郎にどうしてほしいと思っていますか ?A。会社に入ってほしい。 B これからも今の仕事をしてほしい C 好きな仕事をしてほしいジャンさんは日本へ来て何年になるのえーっとここを卒業して10年だからもう12年ですよ12年か早いわね 日本に来たばかりの頃のジャンさん、覚えてる色々慣れなくて大変だったこと。本当にそうでした。先生には色々お世話になりました。いいえ。あの頃、ジャンさんが毎日のように話してくれた街で見た呆れる話。まだ覚えてますよ。時々はこんなことに呆れた人がいましたって、今の学生にも話してますよ。そんなことがありましたね。 どんなことを言ってましたっけ私は忘れてしまいました。先生、おはようございます。おはようございます。えっと、タバコを吸う女の人が多いとか、スカートが短すぎるとか。そうそう、髪を茶色にする男の人の話、覚えてるでしょジャンさんはいつも何かに呆れてた。そうだったな でも、もう飽きれません。今は私の国でもよくあることです。若い人たちはみんなそうですよ。そうね。時代が違うのね。授業は大丈夫ですか大丈夫。昼からは空き時間。よかった。今はね、私は自分の国に飽きれてますよ。しばらく帰らないと、 全然前とは違いますから。日本に慣れたと思ったら、今度は自分の国を見て呆れてるのね。ええ。国へ帰るときは、国へ留学する気持ちで帰らないと、と思ってます。次の質問に答えてください。誰と誰が話していますか ?A。夫と妻。B。 先生と学生 C 友達と友達ジャンさんは日本へ来て何年になりますか 1> ?A 1年 B 10年 C 12年日本へ来たばかりの頃、ジャンさんはどうでしたか A すぐに慣れて楽しく過ごせた。B、なかなか慣れなくて大変だった。C、寂しくてつまらなかった。あら、これはダメ。日付が古いわ。そうまだ大丈夫じゃないダメよ。もっと新しいのを買いましょう。お母さん心配しすぎよ。あっちの方が安かったのに。 値段よりも体でしょ変なもの食べて何かあったら困るでしょあれもダメ、これも心配って言ってたら何も食べられなくなるわよ。それにここの品物、残ればみんな捨てられちゃうのよ。食べ物のない国だってあるのに。他の国の心配より自分の体。ここここ、こういうところに何が書いてあるかよく見て、 体に悪いものが入っていないかどうか調べなきゃ。はいはい。でもこれ、本当のことが書いてあるんでしょうね。うん、わからないけど、読まないで買うよりいいと思うわ。いくら注意しても、もう遅いと思うな。何がだって、私たちの体には、もうずっと前から悪いものが入ってて、それが残ってるんじゃない私は17年。 お母さんなんて43年よ。そうかもしれないけどね。それと体に良い食べ物を選んで食べるということとは違うわよ。家族みんなが元気でいられるように、できるだけ気をつけるのがお母さんの仕事。いつも大変ですね。どうもありがとうございます。そうよ。食べることは一番大切なこと。いこもお母さんになるんだから、よく考えてね。 次の質問に答えてください。誰と誰が話していますか ?A、友達と友達 B、姉と妹 C、母と子二人は何をしていますか ?A、食べ物を買っている B, 洋服を買っている C, 薬を買っている最初の品物はどうして買わなかったのですか ?A, もう悪くなっていたから B, 日付が古かったから C, 体に悪いものが入っていたから 食べ物を買うときは何をした方がいいと言っていますか ?A、値段をよく見る B、何が入っているか調べる C、あまり心配せずに買うこの間ね、雑誌の仕事で福岡へ行ったの。福岡九州のいいね。 今いい季節なんだろロボットのサッカー大会があってね。そのことを雑誌に書くので見に行ったのよ。ロボットロボットがサッカーやるのそうよ。本当にすごかったんだから。仕事を忘れて楽しんできたわ。へえ、ロボットもいろいろなことができるんだね。いらっしゃいませ。ご注文はロボットもすごかったけど、<ジ>それを作っている人たちがもっとすごいの。ロボットが大好きで、 自分の生活全部がロボットのためにあるっていう人たちばっかりなの。何がそんなにいいのかね。すごいロボットだって、機械は機械だろその人たちいろんなことを教えてくれて、なんだか私までロボットが可愛く見えてきたほどだった。ロボットが可愛いへへ。自分が一生懸命作ったものだから可愛いんだろうね。そうなのよ。ロボットが心から好きな人たちだった。 何かに夢中になるっていいわね。ロボット作るのはその人たちの仕事なんだけど、仕事してるっていうより、まるで子供が遊んでるようだったわ。へへ、そりゃ楽しくていいな。でも、君もその人たちに負けないくらい楽しそうだね。どういうこと君もロボット作る人と同じで、仕事しながら遊んでるようだってこと。 さっきから本当に楽しそうに話してるね。ありがとうございました。そんなことないわ。仕事大変なんだから。次の質問に答えてください。誰と誰が話していますか ?A、兄と妹 B、先生と学生 C、友達と友達 女の人の仕事は何ですか ?A、雑誌の記者 B、ロボットの研究 C、サッカーの選手女の人は何がすごかったと言っていますか ?A、ロボットがサッカーをすること B、ロボットを作る人たちが熱心なこと C ロボットが可愛いこと本当にあの子ったら、あの子って山田くん、本当に頭にくる。どうでもいいこと悩んで、頼んだ仕事がなかなかできないんだから。何でもよく考えてからやる人なんじゃない気にかかることがあると一つ一つ相談するから、時間がかかってかかって。あら、よこ、あきこ、なんか大切な話ねえ、そう。 時間間ががかかっても間違いいいいななければいいじゃない自分で何も決められなくて何でも私に聞いてくるんだから熱心じゃないそれぐらいよく考えて仕事をする人の方がいいわよ陽子どうして山田君には優しいの山田君だけじゃないわ私はできるだけ相手のいいところ見るようにしてるのでもあの人が仕事が遅いのは本当よ 私は本当のことを言ってるだけなのよそれはそうだけど言葉って不思議なものよ相手を悪く言えば本当にその人がとても悪い人に思えてくるそうかしらでも私はあなたほど優しくないから少しぐらい嫌なところがあってもできるだけいい言葉を選んで相手のことを考えるようにすると相手の気持ちも少し分かってだんだんいいところが見えてくるわよ 言葉って不思議よ亜希子山田君が探してたよそうありがとう陽子私は陽子のようにはできないなすぐに頭にくる人に優しくしてあげられないのよそんなことないわよそう言いながら山田君に一つ一つ教えてあげてるんでしょそれはそうだけど自分のこともそう悪く考えるものじゃないわいい言葉を選んで いいところを見るるようにするそうすると嫌なことは忘れられるし気持ちも優しくなって元気が出てくるわよそういうもんかなじゃあ私も頑張ってみよっか次の質問に答えてください何の話をしていますか ?A 山田という友達の話 B 山田さんの弟の話 C 同じ会社の山田という人の話この人たちは山田くんをどう思っていますか a 二人とも山田くんはダメだと思っている b 一人はダメだと思っているが一人はそう思っていない C どちらも良い人だと思っている山田くんの どんななとところがよくないい言っていますか A 仕事に時間がかかること B 何にもしないこと C 仕事をよく間違えること先生お仕事はすべてこちらでしてらっしゃるんですねそうあのおしゃべりな星たちも ここでお書きになったんですね。そう。毎晩、星たちとおしゃべりしながらね。<laughs> <laughs> あ,あお湯が沸いたようだね。コーヒーでも入れようか。美味しいコーヒーがあるから。いえいえ、先生、結構ですから。あの、お部屋の写真撮らせていただいても構いませんか。どうぞ。どこでも自由に撮っていいよ。あちょっと失礼。 いい写真撮れた困ってるんじゃない何もないから。ここに来る人はみんな決まってそんな顔するよ。何もないからね。いや、ええー、まあ、その、そうなんです。雑誌の仕事で色々な先生のところへ伺うことも多いんですが、本が山のようになっていたり、時々机がどこにあるかわからなかったり、これまではそんなお部屋を写真に、 ええ。絵や写真、カレンダーも置いてらっしゃらない。何か特別なお考えがあるんですか僕はね、何かがあるとできないんだよ。とおっしゃいますと何かがあると、どうしてもそれに影響されてしまって、自由に考えられないんだ。だから何も飾らない。何も置かない。 なるほど。よくわかりました。他の先生とは随分違うんですね。じゃあ、先生のお考えがわかるような写真撮らせていただきましょう。ね、斉藤さん。次の質問に答えてください。先生を訪ねてきたのはどんな人たちですか ?A。先生の友達。B。 先生の学生たち。C. 雑誌の記者たち。どんな部屋ですか ?A. 本がたくさんある部屋。B. カレンダーと絵しかない部屋。C. 何もない部屋。先生が仕事ができないと言ったのはどんな部屋ですか ?A. 物が置いてある部屋。B、何も飾ってない部屋。C、何もない部屋。